こをカット、インターセプトして庭、庭から縦、再び鹿児島チャンス、低いボール、このまま決めていきました。3点目、タイミングを外して最後はヒールで決めていったか。3点目が入りました。後半31分、最後決めていったのは8番の長畑。少しタイミングを外して決めていきました。今シーズン4点目。今のもう一度見ていきましょう。23番水本のこのボール、あー完全に逆を突かれてしまいました。ヒールで最後は流し込んで非常におしゃれなゴールを決めました。今シーズン4